どうもこんにちは、うぷ主代理のキズナあかりです。ゆかりさんと手をつなぎませんか？今回は1月20日の不妊ガスをお送りします。明けましておめでとうございます。もう今年も後半戦なんですが、今回の役職はクイーン、クイーン、クイーン。この間もクイーンだったよね。この私こそが女王様にふさわしいのだ。はいはい。で、マップは今回もキノコですね。エリンギ、マイタケ、ブナシメジ。少しタスクのことも分かってきました。これは温度をピピピってするタスク。清高さんがやばく殺される。ふう、命を守るためにサーバント剣を使ってしまったぜ。今のは殺しに来た動きだったんでしょうか。さあね、でも正解だったとは思います。あ、そうそう、今回のルールなんですけどね。あさまりでーす。なんでマーリンになってないんですか？んなこと言われましても、マーリンでもインポスターでもないので気が楽です。ピロヒコさんが踊ってる。ピロヒコさんはきっとマーリンだな。ごめん、見えなかった。私も見えなかった。現行犯です。逃げていく人の足だけ見えました。焚き火の下です。犯人にはペットがいたと思うんだよね。四足歩行のペットだったと思う。私は猫連れてますけど。私は足の多いやつだぜ。私はキッチンで釣った魚を焼いてました。とりあえず逆に犯人じゃない人を出していきませんか？直近で死人がある人。ラギさんと清高さんとピロヒコさんはキルに関われないと思います。妙楽さんもいるのを見てます。煙さんとなんとかベンチのところにいました。ベンチプレスじゃなくてトロゾウさんの位置は？研究室です。多分一人です。うん、トロゾウさんのペット次第かな。私はペット持ってません。そうなの？え、じゃあナリスさんってこと？ペットってもはやデバフだよね。持つと不利になる、それがペット。だから私はペットを持ちません。クルーの仕事にペットなど不要ら。ナリスさんがキッチンにいることって証明できてるんですか？死人はないんですが、扉は最後まで閉まっていたということができます。最後、キッチンの近くだったんですが、確かに扉は閉まっていました。でも、殺害現場からキッチンの扉って見えそうな気がするんですよね。外から見て、中に誰もいない読みでキッチンにいるといった可能性もありますね。今のところまとめると、ナリスさん、タカさん、KK さん、あとはトロゾウさんが浮いてるってところでしょうか。ペットを持っているのは？私は持っていません。そう、トロゾウさんは間違いなくペットを持っていないと言える。なぜならレベル1でペットは飼えないからだ。そんな判別方法ある？私も今は連れてないぞ。僕も連れてなかったんじゃね？多分いなかったと思います。じゃあナリスさんだ。白証明できる役職でもないんで釣ってもいいですよ。マジ？そこは抵抗するところじゃないの？だって私を釣ることで議論が進みそうなので。ならナリスさん視点での対抗を出してほしいんですね。私としては前にキッチンから出て行ったトロゾウさんが対抗にはなるけど、ペットの話からするとよくわからない。問題なのは、私が引いたサーバントがインポスターなのかどうか。インポスターだった場合、ナリスさんも赤ならキルを急がなきゃならない。なんなら、アサシンをサーバントにしてる可能性すらあるしね。まさか、そんな偶然が。どうします？私は段取りでいいと思いますけど。というか、もう一人死んでたんじゃなかったっけ？ナギオさんが死んでる。そっちの話をしないと。右では見てない。とりあえず私が疑われていたので証明も兼ねて言うと、サイキックなので結果を言いますね。お、知りたい。ニュートラルが2名、インポスターが1名です。1名？おいおい、1人しか釣ってないよな。もしかしてやっちゃった？これはインポスターを仲間にした人がいますね。インポスターをサーバントにしたか、インポスターが殺されたかですよね。じゃあナリスさんで釣れたってことでいいのかな？ですね。むしろナリスさんの遺言が仲間を消した第三陣営を突き止めるって言っているようにも感じてきましたね。他に第三陣営っていたっけ？ジェスターがいますね。じゃあサーバントを作ってないのかな？最悪のケースを想定した方がいいので。最悪だとサーバントを作ってないクイーンとジェスターですかね。その場合ってナギオさんがインポスターってことですかね。やってしもうた。おめでとうございます。インポスターをサーバントにしました。逆に言えばあのタイミングのサーバント化は間違ってなかったと。でジェスターも死んでますね。やべえ、キルしなきゃ。どうしようどうしようどうしよう。ウオーキルしようとしたら人が集まってる。底辺だ底辺だ。あわわわわわわあわあわ、あかりちゃん。えい、見つけ次第キルじゃ。うおーおお。や、ちょうどのタイミングで通報だ。煙さんの死人ないよね。ない前提で行くよ。これは通報？ボタン召集です。なので死体の場所はわかりません。煙さんを見た人？いや。よし、
ナナさんとシルシラさんと清高さんは保管庫周りで見ましたね。とりあえずマップ右下では見かけてない。途中で私はトロゾウさんと一緒になってる。煙さんって上部エンジンの方で湧いてませんでしたっけ？おっと、上部エンジンは湧いてる人多すぎた気がします。そこにいたと思うんですよね。最後は通信室で清高さんがジップで登ってきました。温室へのキノコを踏んだ人って誰？ボワンってなってるのは見えたよ。踏んだかな。踏んでないと思うな。誰も言わないってことはそれが煙さんや犯人ってことかな。だとしたらシルシラさん、ナナさん、清高さん、それからタカさんも無理そう。だいぶ絞れるんじゃないかな。妙楽さんとラギさん。妙楽さんは無理って言えるよ。いいね、タカさんが煙さんを見てないのが良好ですね。もっとキルしなきゃ。いやー、右下にスポーンしてしまったが、どうせケンシロの緊急タスクを起こされるんだろうな。それ読みでドアを開けておこうか。時間がかかって人が集まると良くない。案の定、ケンシロの緊急タスクです。ですよね。こうなるとキルができない。直すしかない。直したけど、他に人がやってきたので、キルはできそうにありません。ああ、これは厳しい。タスクに間に合わない。期待ありましたけど、この時の私は全く気づいていません。シルシラさんが死んでいるのを確認したので招集をかけました。ミーティングの隣の宿舎でタスクをやっているのを確認してから研究室でバイタルを見たら死んでたから、その辺に死体あるかなと思って探したけどなかった。ミーティングの近くなんですね。まあキャリアで移動されてる可能性はありだね。間違ってなければタカさんがクソほど怪しい動きをしていたように見えました。確かにあの動きは怪しかったかもしれない。しかし私は役職を持っています。ムーバーです。隕石のタスクが移動していたでしょ。なるほど。バイタルを見たのはサボタージュの前ぐらい。どうだったかな。サボタージュが鳴るぐらいのタイミングでヤギさんと妙楽さんを見たんだよね。サボタージュの前に見た時は死んでいなかった。これは間違いない。他に情報はない。私はトロゾウさんを追いかけ回してたからトロゾウさんはやってないよ。ええ、いやタスクが無理だよな。あと一人のインポスターにも頑張ってもらわないと。メモム、ピオヒコさんがシェリフで私を撃ったんだと思います。動画ではカットしましたが、前のターンで妙楽さんがミーティングに死体があったと証言しており、それはおかしいと議論になっていました。これは妙楽さんにだけ死体が見えているバグが発生したようです。ということでカット。なおのことタスクが進んでしまった。ごつりでも起きないと厳しいだろうね。そうだね。言葉が出ない。そういえば清高さんはインポスターなんですよね。ならばキルもできるよね。他のインポスターも合わせて3キルしましょう。このターンでそしたらいけるで。ふう、あれ、次のクールタイム短い。サーバントの力かな。ナナさんもキルしよう。リザレクターだー。終わった。でも魔球さんは死んだままだな。今回はリザレクター復活通知がキル陣営全員に届くようになっています。はい、タカさんです。タカさんが妙楽さんをキルしてキャリアーで運んでいくのを見ました。いやそんな人は知らないですね。タカさんがキャリアーってことはアサシンがサーバントにされてますね。そっか、インポスターが残り一人だから。となるとアサシン会議は起こらないわけだ。まあまあまあ、そんな話は置いといてラギさんのチャットを見ようじゃないか。あ、リザレクターで復活したと。はい、清高さんに殺されて復活しました。あ、それなら清高さんはクイーンかアサシンサーバントのどちらかなので清高さんを先に釣った方がいいかな。クイーンだったら二人同時に釣れますからね。それがいいでしょう。サーバントが釣られてしまった。しかしチャンスはあるぞ。次はタカさんがお土産キルをするでしょう。それに乗じてアカリちゃんもキルをして、タカさんが釣られた次のターンにキルをして勝利だ。間に合う可能性が出てきましたね。よし、なんならインポスターと協力して PP もできますよね。私とタカさんで1キルずつできたら。そうだね。よし、やるぞ。とは言ってもここではできないね。すぐ通報されちゃ意味ないね。すぐに出たいがタスクのせず出ていくのは怪しすぎる。困ったな。そろそろタカさんはお土産してるんじゃない？ああ、今のラギさん、キルしておきたかった。さすがに KK さん、トロゾウさんにバレバレだけど、PP になれば関係ないね。ああ、人が集まる場所に来てしまった。そうだ、この黙々の中からキルをすれば、バレないんじゃないか？いけるのか？よし、やってやるぜー。あ、全然ダメじゃ。ん？え？どういうこと？KK さんが亡くなって、イワシさんが亡くなっているという表記になった。とりあえず残りの賃貸はタカさんなんですけど、私の前で起こったことを話すと、
KK さんがイワシさんに切り刻まれて、それを通報したと思ったらイワシさんも死んでるという。あれ、もしかして、やっちゃったか？やっちゃった。よし、それじゃあタカさんも釣るぞ。クイーン、クイーンの人がいたらスキップしましょう。スキップ。清高さんを寝取ったことは水に流すからスキップしましょう。ね、ね、ね、なんだか知らんがとにかくよし。あー、クイーンは今あなたが殺したんだ。あー悔しい。どうしたんです？マーリンだったからさ、サイキックの情報でアサシンが寝取られてるって分かったから、ボタンを押してマーリン信用しようとしたら、ボタンを押す直前にイワシさんに殺された。アップな。ということでアサシンをサーヴァントにしてしまったのでした。最後はしっかりとオチがつきましたとさ。といったところで今回はここまでです。ゆかりさんに気をきいいねを。ではでは、 See you。